番組おすすめの絶品ラーメンをご紹介する今週の一杯。今回は長岡市小曽根町にあるラーメン生姜の海の究極の一杯をお届けします。今年の9月に新しくオープンした出来たてほやほやのラーメン店、長岡市といえばパンチが効いた生姜醤油ラーメン。お店のコンセプトは生姜の海に溺れてくださいなんだとか。そんなインパクト抜群の一杯はこちら、生姜醤油チャーシュー麺です。生姜がすごく効いてまして、それでまあ醤油がまろやかに立った感じのラーメンですね。国産の主に高知産ですねの生姜を使って、鶏と豚で出汁を取ってます。麺はですね、新潟県産の小麦をメインに自家製麺で作ってます。お店の名前通りガツンと効いた生姜がアクセントになった醤油スープは中太麺と相性抜群。チャーシューは贅沢にもいろんな部位が乗っています。スープや食材すべての原材料にとことんこだわった食べ応えのあるラーメンとなっています。皆さん、こだわり抜いた究極の一杯を作るラーメン店がおすすめするお店って気になりませんか？というわけで、長岡市の駅前にある桔梗屋さんという中華料理屋さんですね。四川麻婆豆腐ですかね。本当に本格的な、四川な麻婆豆腐なので。桔梗屋さん、美味しい麻婆豆腐の紹介お願いします。はい、生姜の海さん、いただきました。頑張って作ります。今週の一押し、長岡市都の町にある桔梗屋は、なんと現在5代目の社長が受け継ぎ、今年で創業128年、長く愛され続けている本格中華のお店。お一人様から団体まで誰でも入りやすいお店です。そんな老舗のおすすめはこちら、麻婆豆腐です。しびれます、大変しびれます。四川省の、山椒を使ってますので、しびれが来るのと、あと香りで食べるとものすごく辛いです。とても体にいいです。香辛料もたくさん入ってます。豆板醤もちょっとピリ辛ですけど、唐辛子が入ってますので、それも四川省産の唐辛子、朝天ラージャオ麺っていうちょっと特殊な唐辛子ですね。麻婆豆腐はお店の看板メニュー。食べたらやみつきになること間違いなし。とろっとろの麻婆豆腐は多彩な香辛料を10種類ほど使用していて、味はもちろんのこと、口に運んだ瞬間にふわーっと口いっぱいに香りが広がります。ぜひ味わってみてください。生姜の海さん、ご紹介していただきありがとうございます。また食べに行きます。今週の一杯は、長岡市小曽根町生姜の海の生姜醤油チャーシュー麺。今週の一押しは、長岡市都の町桔梗屋の麻婆豆腐でした。どちらのお店もおすすめです。